はい、今日は5月10日です。今日の考察はアルクトゥールス星人についてです。知らなかったんですよね、アルクトゥールス星人なんて。聞いたこともなかった。もう最近たくさん来てるみたいで。何でしたっけ？そういえばそうか、スピリチュアル系でね、なんていうか、霊界じゃないけど、そっちの方からアルクトゥール星人のメッセージとかいうのがいっぱい来てるみたいなんですよね。あんまり当てにならないけど、いるのかもしれませんね。70%、80%ぐらい。スピリチュアル系のね、やつってね、結構ね、嘘も多いんですよね。本人はその嘘をついてるつもりはないんだけど、その向こうから来るメッセージを送る方が嘘をやってるんですよね。昔、10、20年ぐらい前かな、霊能者をね、調べてるおじさんがいて、その人が、私はマリー・アントワネットのね、生まれ変わりとかいう自称する人をね、270人知ってるって言ってました。だから結構ね、当てにならない部分が多いんですよね。それは話は別として、アルクトゥール星人のね、写真とかね、イメージとか見てるとね、どっかで見たなと思ったら、昔の森永のね、ロゴマークに似てるなって思いました。で、今でもそうですよね。やっぱだいぶ似てますよね。エンジェル系っていうか、クリオネみたいな形で、クリオネの仲間みたいな形だったならば、もともとはイカから進化した部類じゃないかな。スカイフィッシュの仲間とも言えるかもしれません。または、昆虫系のね、カゲロウのような、あっちの方からの、進化した生命体なのかもしれません。どちらにしろ、何でしたっけ、シリウス星人みたいに肉体がないみたいですね。もともとはじゃあったんですけど、もう極度に進化してしまうと肉体がもうなくなってエネルギー体になるんですよね。そういう意味では、例えば銀河連合だとか光のなんとかとかね、そういう宇宙人たち、生命体たちはまだ肉体があるんで、それほど進化してないんですけど、それほどって言っても人間から比べれば何億年か先を言ってるんですけど、そういうシリウス星人だとかね、アルクトゥールス星人なんていうのは、もっと先を行ってて、もう肉体がないんですよね。エネルギー体になってしまってると。んで、5000キロの、UFO が地球に来た時がありましたよね。ああいうのを見ると、その UFO に乗ってくるわけですよね。ところが、シリウス星人だとかアルクトゥールス星人っていうのは、そんなものに乗ってくるわけじゃないんですよね。さーっと来れるわけでしょ。ということはどういうことかというと、科学も究極的に発達しているけど、そういう彼らっていうのは、超能力指数が極限に達してるわけですよね。だから超能力で、宇宙の裏側のバックドアを通ってあっちこっちに行けるっていうことで、その宇宙人のね、知的生命体の高度なね、人たちよりもはるかに上を行ってるっていうことがなんとなくわかると思いますけど、芸能人でね、首の長い人がいっぱいいますよね。それが中身がアルクトゥール星人だろうとかいう説があるんですけど、確かにね、首は長すぎますよね。とても人間じゃないっていう感じですよね。あと喉の感じとか。で、アルクトゥール星人はなんで芸能人のね、化けるんだろうって。これも不思議ですよね。首が長いっていうのは、わざと長くしてるんでしょうね。椅子に気づいてほしいなっていう感じで。
ただアルクトゥルス星人がわざわざ地球に来てね、そんなことをね、メッセージをさしたりね、する中、その意味が分かりませんよね。だってアルクトゥルス星の近くの星だってさ、たくさんね、似たようなね、あの若い星というかさ、進化途上のね、あの人間よりもぐらいの星はいっぱいあるわけですよね。はるかここまでなんか37万光年先から来たとか言うんですけど、この地球に来る意味があるのかと思いますよね。それにその光の連合と協力してやってるんじゃないかということになりますよね。今のコロコロ騒ぎなんかの常時で一緒にやってるっていう、まあその辺がその理由が全然わかりませんよね。まあそういうことです。終わります。ありがとうございました。すみません。